はい、こんにちは、ロキです。今回は夢、目標が高すぎるときにどうすればよいかわからない人必見ということで話をしていきたいなと思います。僕が動画でよく話す内容として、夢とか目標を設定するときに今現在の自分の状態から考えるととんでもなく高く感じるような夢や目標を設定するのがちょうどいいっていう話をしてるんですけど、そうしたときにどんな方法で進んだらいいか分かりませんという人が出てくるんですね。どんな方法でというやり方については最初は見えなくて当たり前なんですね。なぜかというと、そもそも設定した夢とか目標が現状の外側にあるからですよね。逆に今夢やゴールに向かう方法がはっきり分かるんですという状況であるならば、その夢やゴールっていうのは現状の内側にあって、もう要は現状維持の延長線上でしかないってことなんですよね。人生も大きく変わらないってことなんですよ。今の現状では想像もできないぐらい大きな夢や目標を掲げたときに、そのやり方とか、方法っていうのは当たり前ですけどすぐには見つかりません。もしかしたらこれをやったらうまくいくかもしれないなっていうふうに思うことを、とにかくね、手当たり次第やっていくしかないんですね。で、どうしても人間っていうのは一回チャレンジしたら一回も失敗せずに成功しようっていう考えが出てくるんですよね。で、こういう考え方を僕は宝くじマインドって言っていて、一発当たればいいなっていうギャンブル思考なんですよね。安心安定思考から派生するとこういう思考になるんですけど、結論から言うと、この世に一発でうまくいくことなんてほとんどないんですよ。だからそもそもこういう考え方をしているうちは夢とか目標は絶対に叶えることはできません。これ断言します。自分で叶えたいって決めた夢とか目標ですよ、一度決めたならもう前に進むしかないんですよね。で、一発でうまくいこうなんていう甘い考えっていうのは捨てて前に進んでいくしか方法ってないんですね。で、前に進んでいくうちにいろいろな体験を通して本当に進むべき道が徐々に徐々に見えてくるんですよ。で、一度夢や目標を叶えるっていうふうに決めました、もう決断したってことですよね。夢や目標を叶えるっていうふうに決断するってことは、夢目標を叶えない人生は捨てたってことなんですよ、でもうまくいかなそうだからちょっと保険をかけてね、いつでも元に戻れるようにしておこうみたいな、そういう甘い考え方をしてると絶対にうまくいきません、自分の選択に保険かけないんですよ。決断したらやりきるんですね。一度とんでもなく高い目標を立ててそれを達成するって決めたんだったら、やり方が見えなくてもとりあえず進むんですね。で、何を頼りに進むんですかっていう声がね、聞こえてくるかもしれませんけど、それは自分の直感です。他人の意見じゃないんですよ。己の直感なんですね。で、今現時点で夢や目標を叶えるためにこれやった方がいいかなっていうふうに思ったんであれば、それがもう直感じゃないですか。自分でこれいいなって思った、それがもう直感なんですよ。で、その直感に従って素直にやってみるんですね。やってみようかなって思ったのだけど、なんかこう条件を聞いたりとか、ちょっとでもハードルが高いなって感じると、ビビってね、あれこれ言い訳をつけて、自分を正当化するんですよね。それで、やっぱりやめたっていうのは、もう普通の人の考え方なんですね。で、普通の人と同じ考え方だったら、普通の人と同じ結果しか出せないんですよ。普通の人と違う考え方ができるから、普通の人とは違う結果が出せるんですね。で、この世の中のじゃあどれぐらいの人たちが普通の人なのかって言ったら 99% じゃないですか。残りの 1% の人たちが普通の人じゃない圧倒的な結果を出してるわけですよね。だから何をやったらいいかわからないっていうのはそもそも幻想で、本気の本気で自分の夢とか目標がこれだって決めたんだったら、体がもう勝手に動き出してるはずなんですよ、探してるんですよ、何かないかなって、で、これいいかもなっていうふうに思ったんだったら、もう手当たり次第、今の自分にとってね、これをやれば1ミリでも目標達成に近づけるかもなっていうふうに思って、やろうかなって思ったら実際にやるんですよ。どうしようかなって考える隙を与えないんですよ、自分に。だって考えたらやらなくなるんですよ。前の別の動画でも撮りましたけど、人間っていうのは考え、思考っていうのを挟むと絶対やらない方向に考えるんですよ。面白いことにね。
だからやりたいなっていうその直感に従ってやるんですよ。それができないとやっぱ厳しいですよね。ハードルが高くてもね、とにかく実際に飛び込んでみるんですよ。で、途中でビビった、やめたっていうことは絶対しないんですね。で、もし、あ、これいいかもなと思って、まあ、条件とかハードルの高さを知ってやめたっていうことであれば、自分の直感を信じるってことができなくなります。ね、自分の直感よりも現状目の前にあるハードルの高さの方を信じたってことですから、その記憶っていうのはね、経験っていうのは記憶としては残るんですよ。で、そうするとどうなるかって言ったら、次に何かにチャレンジしようとして決断しようとしたとしても大した決断ってできないんですよね。なぜなら前回ね、自分の直感を信じるよりもハードルの高さにビビってしまった自分がいるからですよね。で、夢とか目標を叶えたいってね、本気でね、現状の外側に飛び出したいっていうふうに決断したんだったら、もう安心とか安定っていらないんですよ。ビビるぐらいがちょうどいいですよね。だって何かをするのに安心して始められることをやるっていうことはね、今の自分が安心できることをやってるんですよ。今の自分が安心できている時点で、それって現状維持するための行動ですよね。ってことは、それ行動しても現状維持続くだけなんですよ。結果も現状維持になるんですよ。だけど、ぶっ飛んだ夢とか目標に向かっていくときは、ね、常にビビるんですよ。ビビって当たり前なんですね。だからビビるぐらいがちょうどいいんですよ。それをやるかやらないか、ただそれだけのことです。ね、これをやったら、ね、夢願望に一歩でも近づくかもしれない。だからやってみようかなと思って、次にどういう行動を取るのか、この後の行動っていうのが人生を左右してるんですよ。ハードルが思ったよりも全然高いなと思った時に、それでもね、そのビビった自分を押し切って自分の直感に従ってやってみる、やりきるっていう決断をするのか、ね、ちょっとハードル高すぎるな、他に何か方法ないかなと言って、本当はそれ一回やりたいって思ったことなのに、ハードルの高さをね、見て諦めて、ね、自分を自己説得して言い訳いろいろ考えて、やっぱりやらなくてよかったっていうふうに思って自己完結して、今の自分が安心できることを探すのか、ね、やる前から答え出てますよね。だってビビってやらないわけですから、ね、安心安定のことをやろうとしてるわけですよ。で、安心安定のことをやるんだったら、当然安心安定の結果しか出ないんですよ。ぶっ飛んだ結果なんか出るわけないですよね。自分の直感を信じられないのに、なんで自分の夢とか目標が叶うんですかってことですよ。だって自分の夢とか目標って他人が叶えてくれるんですか？違いますよね。自分自身が夢とか目標を信じて、心から信じて、それに向かっていくから夢とか目標って叶うんですよ。じゃあ、その夢とか目標を叶える糧になるものって何ですかって、直感なんですよ。自分の直感を信じられないのに、なんで夢とか目標を信じることができるんですかってことなんですよ。で、その信じることができない夢とか目標をどうやって成功させるんですかってことですよね。無理ですよ。もう完全に無理だってこう言い切れるわけですよね。だから夢とか目標を叶えるための方法っていうのは分からなくていいんです、ね、分からないのが当たり前です。で、今現時点で夢の叶え方が明確に分かるんだったら、それは少なくとも僕の言っている夢とか目標じゃないです、ね、現状維持です、僕に言わせるとね。で、現状維持が自分の夢なんですっていうことであれば、もうこの動画っていうのは見る必要はありません。で、本当にね、本気でぶっ飛んだ夢とか目標を叶えたい人だけが聞いてください。で、まあ、自分にとってね、大きな決断は大きく人生を変えます。自分にとってね、あ、これちょっとプレッシャー強いなとか、負荷がすごいなっていうね、決断をすると人生って大きく変わります。で、自分にとってね、小さな決断、まあこれぐらいならできるかなっていう安心安定を取ってね、ビビるっていうことをね、もう見なくするっていうね、要は安心安定に走った決断っていうのは、完全に安心安定の、なんかこう現状から何も変わらないような結果っていうのを迎えるんですよ。ね。この法則って破れないんですよね。で、どっちを選んでもうまくいくかいかないかっていうのはそれはわからないです。ね。それは結果っていうのは僕たちはコントロールできませんからわからないんですよ。だけど、ね、何か行動するんだったら、ね、せっかく自分でね、大きく人生を変えたいとか、ね、成功したいっていうふうに考えてるんだったら、ね、明らかに決断っていうのは大きくしていく必要がありますよね。だって現状の中にいたら、夢とか目標なんて叶わないんですから、常にビビるような決断とかっていうのはしていかなきゃいけない。それができる、決断できる自分を作っていかなきゃいけないってことなんですよ。で、いずれにしても、自分の直感を信じることができるようになれば、自分の夢とか目標っていうのはね、
叶えていくことができるんですよ。そのためにはまずは自分の直感に素直に従ってみてください。夢目標を叶えるためにはこれが必要なんだね。で、一回でも思ったんだったらね、ちょっと踏み込もうとしたんだったらビビってもやるっていう経験をの取ってみてください。大切にしてみてください。で、実際にハードルが高ければ高いほど、それを乗り越えて自分の直感を優先した、やりたいことを取ったんだっていうふうにね、自分が本当に決断すると、それだけで自分のエフィカシーってめちゃくちゃ上がるんですよ。あ、このビビる体験にも自分打ち勝ったんだっていうところに、自分のエフィカシーが高まる感覚を覚えるんですよね。それって記憶されますから、次からも大きな決断できるんですよ。で、こういう決断の繰り返しっていうのが、ね、山あり谷ありあるんですけど、これを常にね、成功するためにはこの決断、成功するためにはね、取っていく、やっていくっていう決断を繰り返すから、ね、夢とか目標っていうのが叶っていくっていうことなんですよね。で、実際に僕の、コーチングの生徒さんとかも、やっぱりね、受けていただいていて、コーチングを受ける前と受けなかった、時をね、比較すると、今までだったら絶対こういう決断はできませんでしたっていうことをどんどん皆さん決断してるんですよね。こういう話とかを一切知らなかった時っていうのは、当然やっぱり選ぶもの、選択するものっては現状維持するためのものを選んでるんですよ。無意識にそうなるんですよ。誰でもね。誰でもそうなるんです。なぜなら人間の本能は現状維持っていうのを強烈に望んでいますから、何も考えなければ、ね、本能通りの生き方になるんですよ。選択するものも安心安定しているものですよね。全てが安心安定につながる選択しかできないんです。だから未来っていうのは当然今の現状と変わらない未来がやってくるんですよ。だけど一歩踏み出して僕のコーチングとかね、まあコンサルとか受けてくださってる人たちはもう結構こういうことをね、とにかく話してるんですよね。そうするとやっぱどんどん変わっていくんですよ。もう選択するものも変わるし、今までだったら A を選択してました。だけど、B を選択できるようになりましたっていう風に行動レベルでも変わっていくんですよ。考えが変わるだけじゃないです。行動が変わるんですよ。で、行動が変われば当たり前ですけど人生って変わっていくんですよね。当然短期的に見たらうまくいくこともあるし、うまくいかないことも当然あります。それは誰にも予測できませんからあるんですよ。でも長期的に見たら、諦めずにね、その選択を繰り返して決断をね、自分が夢や目標の方に進むためにはこっちの選択、自分は夢や目標のね、進むためにはこっちの選択って やり続けていくと必ず進んでるんですよ。だけどみんなそれをやらないんですよね。直感に従わずにビビってやめます。はい、じゃあ選択する、次の選択が来ました、はい、でもなんかちょっとビビってやめます。これを繰り返してるだけなんですよ。で、なんかちょっと安心安定、あ、これならいけるかなっていうものをちょこ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 やってるんですよね。だからやっぱりね、うまくいかないというか、うまくいってるように見えるんですけどね、トータルで見たら人生変わってないよねっていうようなことになってるんですよ。だからこのからくりにやっぱり気づくと、やっぱ本当にね、人生って激変させやすくなるし、このからくりに気づかずに無意識にずっとね、安心安定できるものを選ぶね、まあなんか値段でもそうですけど、自分が安心できる値段のものを買うとかね、ちょっとビビるとこれはやらないとかね、うん、なんか精神的に ここのね、決断をするとちょっとビビってる、だからやらないって、これを繰り返してるといつまで経ってもエフィカシーって上がらないですよ。ね、頭でどんなにこう思考しようが何しようが、体験が一番自分にとっての、ね、財産になるんですね。そういうふうにビビった時に、自分がそれを乗り越えたっていう経験が一個あるのと、ビビったらやめますっていうちょっと負け犬精神みたいなものが染みついてる自分、全然違いますから、全く違うんですよ。人生が全く違うものになるんですね。で、成功している人たちは明らかにビビってもやる方を選択してますから、絶対にこれ断言します。ビビってやめますだったら、ああいう風に成功者には慣れてないんですよ。絶対葛藤してるんですよ、必ず。ね、A と B があって、A を選んだら、ね、現状維持です。B を選んだら人生変わります。でもその代わりにすごいビビりますと。不安とか恐怖が来ますと、ね、いう状況があった時に、ね、99% の人が A なんですよ。A、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 A って連続的に A を選ぶんです。だけどそこで B、B、B、B って選び続けた人がいつの間にか成功してるってことなんですよね。うん、だからこの原理原則っていうのを、まあ、知り、そして体験していくっていうことをやることによって、人生っていうのは本当に大きく変わっていきます。うん、なのでぜひ今回の話をね、でも現状維持したいって方はもうスルーで構わないです。で、むしろ閉じていただくということで構わないんですけど、本当に人生変えたいと。ね、本気で本気で変えたいっていうふうに思っているのであれば、ぜひ、ね、何回もこの動画っていうのは聞いてほしいような内容になりますので、繰り返し繰り返しですね、聞いて、腑に落ちるまでですね、しっかり聞いてみてください。
はい、今回の話があなたにとって何かの良い気づきになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。で、こういった動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、動画の下にですね、メルマガ登録の URL ありますので、ぜひそちらからご登録いただきますと、僕と直接メッセージやり取りできますので、ぜひよろしくお願いします。で、こういった動画、負に落としたいっていう場合は、アウトプットする癖をつけてみてください。インプットするよりもアウトプットする、ね、方が圧倒的に自分の中に吸収されます。ね、まあ、100回聞いてもらっても構わないんですけど、10回聞いて1回ね、内容の濃いアウトプットをした方が、より効果的に自分にこの内容を落とし込むことができますので、ぜひ何かこの動画でね、ピンときたと、なんか心が動かされたなって思うんであれば、ぜひね、勇気振り絞ってアウトプットしてみてください。はい、それではあなたの貴重なお時間いただきありがとうございました。感謝いたします。